はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、やっていきましょうか。バイということで、まずは埋めるところから埋めます。音楽がね、さあ実はこんなことが起こっていました、ね、誰お前ギョロメド、これあれじゃん、こいつら二人、シャドウボーズ、ん？シャドウボーズ、ん？シャドウズオブローズだ。シャドウズオブローズの時にさ、最後あの祭壇っていうか、あれなんだろう、研究所抜けた先にさいたね、なんだっけ、ガナードたちだよね、うん、違うんだけどさ、まあいいや。ということで今回はちょっと赤い煙突を、の家を目指してね、行くというところで、まあ、そこまでが終わったら、ね、このパートを終わりにしたいかなというふうに思ってるんですが、まあそこまでちょっとね、あの無事にたどり着くことができるのかどうかっていうね、まあまずはあの焼け焦げてしまったルイザの家に行って、もう完全に天変地異を持ってますよね。よし、あれ今なんか鶏みたいな声したぞ。黒木ごあれこれの歯を取ってなかったのか。取ったか。でお魚、まず生肉取って、でその後に、よし、ほいほい、お魚くわえたイーサン、ライガンとジョーマシンを話して食中毒、ライガンお腹を壊してる。さあ焼け焦げたルイザのことも言ってさ、お宝でもパッコイポエ、全然食らってくれないね、こいつらね。あれだね、だから、なんて言ったの、ご主人がいなくなったから、あ、私たちもこれでのんびりできるわみたいな、そういうオチなんだから、のんびりできるから、あれ、お城から抜け出してね、今こうやって自由に飛び回ってるわけだ。で、自由を手に入れるために出会ったやつが悪かった、世界を変えるほどの力を持っている男って、バシュッバシュッと、はい、どうぞ。その中に入っちゃったらさ、取れないんじゃないの。あ、取れたわ、普通に取れたわ。チャキンチャリンチャリン、あ、ちょ、ま、お、Eさんのマグナムの2発、よし、よし、オッケー。あれ、まだ生きてる、こいつって高級豚だったっけ。あ、で、そうだよね、特上肉、うん、そうなんだよね。でも豚肉もさ、あの、ほんと最近、まあ普段ね、買い物とかそのご飯とか食べに、あの料理作るためにさ、普段から食材とか買いに来る人は、まあ野菜の高騰はもうだいぶ前、もう春くらいからさ、なんかじゃがいもが1個50円とかだったのがもう80円90円とかになったりとか、ほぼ2倍じゃんみたいな価格になったりとかって、まあ玉ねぎとかびっくりするから今高くなってきてるさ、78円とかだっけ一玉ね。しかもこんまいんだ、またこれがちっこいやつが78円ってクッソだっけんだっていうのがあったりとか、まあ野菜はもうね、もうほんと年々高くなってってるから、もう諦めついてるから安くなってるって時を狙ってバコッと買うようにしてるんですけど、肉めちゃめちゃ高くなったよね、ほんとびっくりしたわ。普段鶏胸肉とかを、まあなんぼだろうな、安い時だったら48円、あの業務スーパーとかね、48円のかつ、賞味期限が1日早いっていうことで、まあなんだ、48円のさらに1割引き、まあ、だから44円くらいで買ったりするのか、44円とか43円とかで買ったりとかするんですけど、この間言ったら 100g で68円で20円も跳ね上がってたから、20円よ、48円にプラス20円ってさ、ねえ、150倍よ、金額が。恐ろしい。取り寄せられるための必要代とかっていうのが上がってきてるから、まあね、
だんだんそれを高くしざるを得ないのかなっていう気持ちはわかるけどね。まあ、その一方でさ、まあ、ちょっと家計が苦しくなってしまうっていう現状は今続いていってるけど、まあ、投資の部分で、ね、今、NISA、積立 NISA の高級化っていうのが、まあ、騒がれてるというか、まあ、実現するために今動き出したっていうね。でも、そんな少額投資くらいさ、もう始めたら20年とかって制限つけないでさ、もうさっさと、高級化しときゃよかったのにってね、皆さんわかります？株なんですよ。NISA とか積立 NISA って株のことなんですけど、要はね、株って、その企業の、応援をしますよっていうので、一株いくらっていう金額を、まあ、100株単位とかで購入して、まあ、その株価の上がり下がりで、その差額で儲けたり、損をしたりとかっていうのが、まあ、あるわけです。で、まあ、それはいいですわ。まあ、そんな話はして、どっから来るんだね、いつもね思うけど。あ、ハゲチャリン。これはあれか。うん。まあまあ、それはいいとして、でその、通常の株で買った場合っていうのは、まあ、売却益の2割は税金として納めなきゃいけないと。例えば、じゃあ1万円で買いました。まあ、100円の株を100株買って1万円でしたとなると。で、それが120円になったってなったら1万2000円になるわけですね。で、1万2000円で売ったら2000円の利益が出るわけだ。で、そのうちの2割の400円を税金として納めなきゃいけないと。だから実質の儲けは1600円になりますよ、みたいな。そういう考え方になるんですよね。ところが、NISA とか積立 NISA っていうのをやると、NISA の場合は5年間、積立 NISA の場合は20年間、その売却益があったとしても非課税にしてあげますよっていうのがそういう制度としてあるんですよね。ところがもうそれを、まあ、じゃあその5年間とか20年間とか非課税になるんだったらずっとNISAとか積立NISAで買ったらいいんじゃねとかっていうふうに思う人もいるかもしれないんですけど、残念ながら20年間で、ごめんなさい、1年間で、それぞれNISA、積立NISAで購入できる金額っていうのが、上限があって、NISAの場合は5年間で1年間120万のトータルで600万円のみというところなんですね。で、一方で、積立NISAに関しては、20年間で1年間あたり40万円が限度というところなので、まあ、トータルで800万円と。だから20年間で800万の投資もしくは、5年間で600万の投資どっちにしますかみたいなのがまあ選べる。それが、まあ、積立NISAの場合だったら、2040年にすれば終わっちゃうと。で、すごいことだって。あっち行っちゃったの どうしようかな。もう透けてんだけどな。これ向こう行ったらまだいいのかな。どこら辺に行ったら。ああ、死んだ死んだ。うん。そうなんだよね。これ向こうに行かないといけないからね。そう。だから、話戻ると、2042年までが積み立てです。2028年までが、まあ、NISAが行ってるというものなんですね。はい。これ死んだんじゃない？生きてる？まだ生きてたわ。これでそろそろもう死ぬだろう。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。まだ生きてるわ。しぶといな。低い顔してんな。それはいいや。で、その制限を、まあ、要はなくしましょうみたいな動きが出てきていると。要は、非課税期間をなくしましょうっていう動きが今出てきていると。だから、もしそれが、非課税期間が、なくなりますよっていうことになれば、まあ、毎年、まあ、投入できる人がいるのであれば、NISAの方を選択して、毎年120万をこう突っ込みまくって、で、まあ、その売却益丸々するというようなものですよね。てか、そもそもさ、企業を応援するのにお金を突っ込んでるのにさ、なんでその利益をさ、こう国が横入りしてさ、ね、お前ら一銭も金出してないのに、なんか、ね、よこせっつってさ、踏んどってこようとするのかなっていうのを。
ごい不思議なんだよね。国っても何でもかんでもお金をね取ろうとしてくるからさ、ほんと腹立つよね。まあその恩恵をさ、例えば道路とかさ、あの水道とかね、あのまあ普段使うことはないかもしんないけど、警察とか消防とかってね、まあいろんなところで恩恵は確かに受けてるのかもしんないけど、やっぱそれがなんかね、その感情的に、あ、国のおかげで俺たち生きていけてるんだっていうような環境にはなってないっていうのがね、やっぱ現状問題なんじゃないかなっていうふうに思ったりするけどね。ということで、まあ、男に会いに行くといいというふうに言われたんで、ちょっと男に会いに行きたいんですが、実はね、ちょっとここでなんかね、うん、そう、セクロスをしてるんですよ。そう、顔面騎乗位っていうのをしてて、まあ、いつこっちに気づくかなっていうのを、ね、ちょっとここで今、耐久レースをやりたいと思うんですけど、気づくかな、気づか。あそこに結婚の、だからこれが今倒れてる女性が、多分、ねえ、あれで、上に乗ってる人が、あの、お父さんなんだろうね。旦那さんなんだろうね。全然気づいてくれないけど、ちょっと待って、じわ、布団に、もう完全に全身が、めり込んでってるんだよな。あ、気づいた。あ、気づいた。あ、気づいた。ありがとう。はい。オーバーキル、オーバーキル。なんでなんか投資の話してるんだっていう話だけどね。で、調べる。チキ。これで私欲の鍵になりました。はい、OK。これで戻りましょうか。はい。今どのくらいの収録時間だったんだろうな。なんかベラベラ喋ってるけど、実はあんまり時間いってないんじゃないかなと思ったりするんですよね。もうちょっと調べてみる。あとは糸のハンドル取ったから、全部回ってみる。まあ、とりあえず近くにある井戸のハンドルのところだけ見とくか。ね。こっちとかさ。ほい。じゃあ、井戸のハンドル。あ、くるくる。あ、くる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 。どうせまた後でここ戻ってくるしな。うわぁ、今のあの金属のキウイ糸とかも苦手ですわ。あ、結構溜まってきたな。違う。こっち。組み合わせ。OK。これあれだよね。すごい楽だよね。バイオ4の時とかさ、どれとどれを組み合わせるのかっていうのがこう分からなかったりとかしたけど、今回の場合ね、結構組み合わせたら、こういいですわ、みたいなのが、こう教えてくれるから、すごいありがたい。で、こう戻って、まあ、そっか、どうせ C になるしな。C になって、で、売りさばいて、で、できるところの改造を終わらせて、次に進んでいくっていうことですね。まあ、何か分かったかっていうと、なんかあの、手で鍵があったな、みたいな。Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. まあ、落ち着いて。まずその鍵を使ってローズ様のピンを集めれば。All of your little roses flowers. まあ、そのことに関してはね。Where are the rest of them? そうそう、だから、まあ、一方でさ、あの、また消費税増税の話 15% にしましょうぜ、みたいな話が出たりとかさ、あの、あと、なんだっけ、あの、道路交通税だっけ、あの、走ったら走った分だけ税金をかけましょうみたいなのをなんか考えてるみたいなね。まあ、あれも、メディアがとにかく、岸田政権を叩きたいから、あのそういうのが、まあ、事実としてあるのかもしれないけど、なんか叩き、あの国民が怒り爆発させて叩いて PV を稼ぐためのネタとして、あのむちゃくちゃ言ってるのかもしれないけどね。これが、まあ、事実として一体どうなのかっていうのはちょっとわかんないけど、None of her playmates have ever come back from that. まあかといってね、野党のさ、なんか出てるさ、あの YouTube の番組とか見るとさ、じゃあ、オタクらさ、政権取ったら具体的に何やるのっていうさ、あのことをさ、結構その、鹿をやってる人とか、その一緒に出てる人とか、質問した時に、政権を取るのは難しいですからね、めっちゃ話はぐらかしたりとかさ、だから、あの実際にさ、具体的にじゃあ何をするんですかみたいなことをいろいろと聞いてったら、まあ、政治ってのは難しいですからね。難しいかどうかじゃなくって、じゃああなたたちが政権を取った時にこういうことを具体的にやろうと思っている。だからこそ政権を我々に委ねてくださいってことが言えないのであれば、初めからなんか政権取りたいですみたいなこととかって言ってくんだよとかと思うんだよね。あ、金の宝箱は思いますね。はい。If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flats. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. 例えばさ、好きな女の子がいてさ、男がその子に告白をするときにさ、I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why? It's all part of our first-class customer service. Why? It's all part of our first-class customer service. Why? It's all part of our first-class customer service. Why?あのー、ね、いや、マシって言われるようなお宅らなんかと別に私付き合いたくはないわってなっちゃうわけですわ。うん。だから自分たちが、
あのこれだけ魅力なんですよっていうことをちゃんとアピールできるだけの材料っていうのを、Lady Dimitrescu, beautiful even in death, that waistline. Yes. 皆さんどう思います？まあ、僕はあのぶっちゃけ政治に関してはあの大学時代に政治に関する政治と法律家に関する授業とかも取ってたんですけど、まああのことごとくねあのギリギリ単位を取れるかもうあの負荷になってしまうか、負荷っていうのはあの単位を落とすかなんだよね。うん、危ない危ない、うるさぼくと。Oh, you've brought in something special. 完成しましたね。威力上げたいところだけど全然足りないね。わあ全然足りないな。連射速度上げる？連射速度上げとくか。This simple modification can be done in just a moment. お金が乏しい。あ、しまった。そういえばあれだな。お金を使わないで。Thank you for your patronage. この時改造したらあれだな。金のあれダメじゃん。まあいいや。とりあえずあの武器を強くすることが大事だからね。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。ブルーホースのね、投資講座&政治に対する愚痴でございました。お聞き苦しいことをですね、あのゲーム実況楽しみたいなんだろうね、何の話してんだって思われたかもしれないですが、まあそういう話もたまには面白いよっていう方はですね、ぜひチャンネル登録ボタン、and グッドボタン押していただけると嬉しいです。ということで、次回またパートお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。